イヴァン・ニーベンイヴァン・ニーベンは、カナダ系アメリカ人の数学者で、専門は数論である。ブリティッシュ・コロンビア大学で、大学生活を過ごし、1938年に、シカゴ大学で博士号を取得した。1947年から引退する1981年までは、オレゴン大学で研究を行った。1981年には、オレゴン大学より、チャールズ・ジョンソン賞を受けた。 1944年に、ニー・ベンは、ウェアリングの問題に関する重要な結果を与えた。1770年にウェアリングによって予想された、この問題は、すべての自然数キロにに対して、すべての自然数は、S この皮膚の形状数の和で表されるという性質を、満たす整数 S が存在するかというものである。1909年にダフィット・ヒル・ベルトが、 このような整数 S の存在を示していたが、ニーベンは有限項を除くすべての形に対し、対応する S の値を評価した。1947年には、円周率の無理性の初等的な証明を発表した。この証明は微分析文学の知識のみを用いるもので、エルゲュの言う、天書に載っているとされるほど簡潔である。1983年から1994年まで、 アメリカ数学協会の会長を務め、1989年には、同会より、主勲賞を受賞した。1999年に、オレゴン州の友人院で亡くなった。ハーシャット数の別名の二位弁数や、素因数分解の性質に関する二位弁定数は、彼にちなんで2000年に名付けられた。また、1998年に発見された12,513番の、 小惑星にイベンにも彼の名が冠されている。ありがとうございます。